それでは加減上序の最後でその常用付き序算を扱います。とテキストではセクション 2.4 です。で一応ここでは整数の常用付き序算というので、こういう整数の性質に基づいてアルゴリズムを作るということを確認しておきます。と一応これは整数の常用付き序算の性質ということで、A と B が整数で B が正の時に、ある、Q と R、整数 Q と R が存在して A が BQ プラス R に等しくなるということで、A の B による序算のことを、このテキストでは A 割る B と書くことにします。それからと、これもその整数の序算に関する言葉の確認ですけれども、A と B と Q と R を先ほどの定理のような数で定めたときに、A を非序数で B を序数で Q を小で R を乗与というふうに書きまして、で特にその小はですね、英語のクオシエントの頭文字を取ってクオの AB というような書き方をします。それから乗与リマインダーの方は、A モード B という表記をすることにします。それからと小と乗与を同時に求める計算のことを、A 割る B という計算を行って、その結果を Q と R の組で表に代入すると、こういう表記をしますので今後注意してください。マジでしょうか。で、で次に多項式の常用付きの序算について、説明します。ここでは、多項式 AX と BX はともに整数係数の多項式としまして、でさらに BX はモニックであるということにします。でそして、A の次数を K と置いて、で B の次数を M と置きまして、でK が M 以上であるときにその多項式の常用付きの序算を行います。で、一応多項式の序算はですね、皆さんもこれまで筆算などを計算を行ってきて慣れていると思いますけれども、実際ああいう筆算のような方法に従って行うわけですが、一応これを疑似コードの形で書き下しておきます。これは多項式の常用付き序算で、A は AX が非常多項式、それから BX が常多項式の方ですね。で、B はモニックということにします。で、出力として Q が小で R が乗与というような形で出力を行うアルゴリズムを作ります。で、疑似コードで書くとですね、こういう形になるんですが、これは我々がですね、普段筆算で行っているその一変数多項式の序算を、ほぼそのままの形でこうアルゴリズムに起こすとこうなるという例ですので、ここはやっぱり各自で、どういうふうにその筆算とこの疑似コードが対応しているかっていうのを確認してほしいと思います。まず最初に、最初のステップでは、この RI ですね、この乗与を表す係数 RI のところにその非常多項式 AI の係数を代入しておきます。で2番目のステップで序算が行われるわけなんですけれども、まずそうですね、ステップ A のところで、QI、これは小の方の多項式に、乗与の i プラス m 番目の係数、小の方の係数に乗与の i プラス m 番目の係数が入ります。で、それから、乗与の i プラス m 番目の係数に0を代入した上で、さらにこの中で、そのループをが繰り返しがありまして、その中で、その、R の i プラス j という乗与の項から、QI×BJ という項を引いて値を引いていくということで、一つずつその乗与の係数を作っていきますが、一応これがですね、その序算多項式の序算の1ステップ1ステップにこう対応
することを、まあ後で確認しておいてください。で最後にこの Q、小のですね Q の係数 Q とそれから乗用の R をまあ出力するという形でアルゴリズムが終わります。それからと多倍調整数の乗用付き乗算の話も載っていますけれども、ここではやや話が煩雑になるので省略します。一応皆さんには今説明しましたその多項式の一変数多項式の乗算ですね、乗算のアルゴリズムや計算量についてこう理解を深めておいてほしいと思います。ここまでいいでしょうか。ということで、まあ、今回のまとめです。一応今回は一変数多項式の乗算、それから多倍調整数と単精度整数の乗算のアルゴリズムと計算量を見まして、でさらにそれを踏まえた上でその多倍調整数同士の乗算のアルゴリズムと計算量を調べました。であと後半ではその整数の乗用付き乗算と、それから最後は多項式の乗用付き乗算のアルゴリズムについて見ていきました。で次回からは章を変えまして第4章のユークリッド誤助法に入っていきます。で、まあ、基本的にはその多項式一変数多項式の助算に基づくそのユークリッドの誤助法の性質ですとか、そのユークリッドの誤助法を用いたいろいろなアルゴリズムについて学んでいく予定ですので、まあ、必要な人はこの第4章から予習をしてきてください。よろしいでしょうか。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。